どうもレイです。9月の2日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日初めにですね、北井大三佐山トンネル無料化、松本上田の大動脈、観光商業への波及効果はというね、昨日の夜に NBS 長野放送さんの方から配信されたニュースなんですけれども、長野県の松本市と上田市を結ぶ国道254号の三佐山トンネルが9月1日から無料化されました。東進と中心地域の交流や観光商業への波及効果が期待されます。担当者、ただいまをもちまして三佐山トンネル有料道路の料金徴収を終了し無料開放します。1日午前0時上田市の料金所で無料化が宣言されると、続々と車が通過していきました。東進と中心の往来が増えることに関係者は、松本商工会議所の井上さんは、想像ができないような交流や物流など経済効果が出てくると思う。上田と松本は料金所がなければものすごく近い。これから物流も含めて人の交流もスムーズになるから大いに期待している。実はですね、私9月の1日になるね、30分ほど前ですね、いつもね仕事でこの三佐山トンネルというのを利用してまして、その時間に通過をしたんですけれども、いつもね料金をね徴収するねおじさんたちがいるんですけれども、見慣れたおじさんにねいつもねご苦労様っつって声をかけるんです。そのおじさんはね、長い間本当にご利用ありがとうございますっていう風にねおっしゃったんです。私はね、長い間本当にご苦労様でしたっていう風に返しました。そして昨夜三佐山トンネルをね行くとね、もうすべての電気が消えておりまして、完全なね無料開放っていう形でね、片側一レーンだけがね空いているっていう状態でした。いつもねご苦労様っていう風に声をねかけていたんですけれども、もうねそういう風に声かけることもなくなってしまってね、ちょっと寂しいなっていう気持ちになりました。それでは9月2日、今日は何の日をお送りいたします。今日は対日戦勝記念日です。1945年のこの日、日本が降伏文書に調印し、第二次世界大戦が終結、連合国が日本に対して勝利した日です。この終戦に関しては戦勝国と敗戦国ではね違っているっていうふうにね、以前にもお伝えしたんですけれども、この対日戦勝記念日というのは連合国各国っていうふうにね記載されていますが、戦勝国がね主に記念日としている日です。次はね語呂合わせです。宝くじの日、第一勧業銀行宝くじ部が1967年に制定、9と2のね語呂合わせですね。当選しても引き換えられず時効となってしまう宝くじが多いことから、時効防止の PR のために制定された。外れくじの敗者復活があるっていうふうにね記載されています。実際にねこのね宝くじの一等、これがねかなりの本数ね換金されないで無効になっているって話を聞きました。今現在もねこの宝くじのね無効っていうのがどのくらいあるのか、ちょっとそれはわからないんですけれども、実際には300円とかね、そういうね小さい額が引き換えられないっていうのはね非常に多いっていうふうに聞いたことがあります。ただね、一等が当たって気づかずにそのまま無効になったっていうね、この事実を知った時にね、じゃあなんで宝くじ買うのっていう風にね、ちょっと思った節もありました。もう一つのね、語呂合わせがね、靴の日です。銀座の婦人靴専門店ダイアナが1992年に制定。よく靴というのはね、様々なね、場面で、服装よりもね見られるものだっていう風にね私も教われましたけどもね、なかなかいい靴っていうのはね履けないものですし買えないものですね。それではね次の話題に移ります。時代劇必殺シリーズの第一冊、必殺仕掛け人が放送開始ということですね。この必殺仕掛け人は1972年から1973年にかけてね、朝日放送と松竹が共同制作して TBS テレビ系列で放送された時代劇です。全33話で主演は林洋一さんと緒方健さんです。これは池波正太郎の短編小説殺しの掟女殺しをもとに闇の殺し屋たちを主役とした時代劇ドラマであったということですね。
まあこの当時ね、殺し屋が主役になるというね、設定というのはね、考えられなかったそうです。そして一番最初の、ね、必殺仕掛け人なんですけれども、今も時折ね、漫画雑誌で仕掛け人藤枝梅安っていう名前でね、作品が発表されていますけれども、第一シリーズの必殺仕掛け人っていうのは藤枝梅安のね、お話になります。藤枝梅安っていう名前でテレビ放送されたのが、渡辺謙さんが主演をね、務められてた仕掛け人藤枝梅安がね、一番印象深いかなと思います。それ以外にもスペシャル版でね、岸谷五郎さんが藤枝梅安をやっていたりとかもしていますね。この必殺シリーズで特にね、この藤枝梅安のね、作品を見た時に一番ね、印象深かったのがやはり料理なんですよね。池波先生もこの料理というものには非常にこだわっておりまして、その土地の郷土料理っていうのをね、多く召し上がっていたそうです。この時にね、池波先生は作品の中でね、料理に関する記述というのをすごく気遣っていたというふうにおっしゃっていました。これはね、その土地の郷土料理がそのね、人間の人物像を育んでいく、その中に優しさがあるっていう意味がね、込められていたそうです。そしてね、この必殺シリーズでね、一番印象深いのはやはり必殺仕事に藤田誠さんが主演されていた中村モンドではないでしょうか。私ね、あの第一作目からね、ずっと見ていましたけれども、あの第一作目のラストシーン、真っ暗闇の中に中村モンド一人にスポットライトが当てられて、一言セリフを吐いてね、その暗闇の中に消えていくっていうシーンがあるんです。これ実際ね、この撮影秘話というのがありまして、実はあの周りには何もなかったそうです。その風景をね、どのように演出するか、その時に真っ暗闇に主人公をスポットライトで当てて、そして暗闇に消えていく、その演出がこの必殺仕事人シリーズの中では一番の名場面だっていう風にね、語られています。その後ね、この必殺シリーズというのはね、様々に名前を変えてね、放送されていましたけれども、今この新しい必殺仕事人のシリーズもやはり、ね、大物のね、主要である役者さんがね、お亡くなりになったりとかして、この後ね、どのように存続していくのかなっていうのをね、見ているんですけれども、またね、新しいシリーズが放送されることをね、ちょっと楽しみにしています。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。